ウォーレン・ウィービーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ生まれのボーカリストセッションアーティストである。ウォーレン・ウィービー、ウォーレン・ウィーブとも言われる。いくつかのバンドでベースを担当した後、1987年のロサンゼルスでデイビッド・ホスターとバート・バカラックに見出され、アメリカのドラマ、青春、ケンモント大学の主題歌リッスン通目をセリー・ヌ・デオンとデュエット。 これは公式にはリリースされていない。1991年のチャリティレコードボイセズザットケアではリードボーカリストの一人として参加した。熱心なアイスホッケーファンでもあり、ロサンゼルスキングスの試合の前に演奏した国歌は感動的なものであったと言われる。日本ではアニメ起動新世紀ガンダム X のエンディングテーマヒューマンタッチを歌ったことで有名である。 日本のアニメソングにおいて、外国人作詞家による英語の歌詞というものは数少なく、エンディングアニメーションが次回予告を兼ねるという形式が取られたことも特徴的だった。同アニメは1996年に全39話が放送されたが、うち13話までをオーレンが歌い、その後26話までは日本語の歌詞を新たに制作し、女性アーティストのリキスが歌った。そして、 最終回はウォーレンが歌うヒューマンタッチ、フルバージョンで物語を締めくくった。ウォーレンは精神疾患との戦いの末、1998年10月25日に死去、去年45、クインシー・ジョーンズは彼をソウルフル・レインマンと称した。彼の死後も生前の何曲かはリリースされている。ありがとうございます。